鈴木義孝は、日本のテレビディレクター、演出家。富士テレビジョン編成制作局制作センター第2、制作室所属。ほんまでっか ?TV、さんまのお笑い工場委員会、アウトデラックスを手掛ける。特技は、水泳、社内の水泳サークル、チーム富士のキャプテンを務める。岐阜県大垣市出身。同志社大学経済学部卒業。 岐阜県大垣市出身、大垣北高等学校、同志社大学経済学部卒業後、2003年、富士テレビジョン入社。入社後、初めて携わった番組は、トリビアの泉。チーフ ADE を務めていた、お台場赤市場では、先輩ディレクターが提案した企画に首をかしげていたところを、赤市やさんまに見られてしまい、それから番組で、毎週のようにプレゼンすることになった。 あとに、サンマが司会を務める、本間マッカ。TV や、サンマのお笑い工場委員会で演出を担当することになる。アイドリング。では2006年の番組開始当初はかつて、トリビアの泉の演出を務めていた、塩谷亮の下でディレクター、のちの後、塩谷の公認として2008年には、総合演出を務めた。笑っていいとも。 では2013年から番組終了の2014年までディレクターを務めていたが、その時のプロデューサー、総合演出は塩谷であった。2011年には深夜のスペシャル番組として始まったアウトデラックスは2013年よりレギュラー化。演出のみならず編集やテロップ入れも自ら行う。特技は水泳、社内の水泳サークル、 チーム富士のキャプテンを務める。ありがとうございます。